全然好き。なんかでも、でも僕のモノマネが結構やってます。はい。あれの動きです。あれはやっぱ結構伸びてますね。でもなんか、あれっすよね。パクリすぎじゃないですか。え？ちょっとパクリすぎじゃないですか。すいません。すみません、すみません。なんか、モノマネはいいですけど、企画パクるのと違うんじゃないかなって思ったんですけどね。なんか、オタクのポイセチューとかやったんですよ。あ、やりました。あれ、やばくないですか、ね、パクリ、割りパクリじゃないですか、ね、はい、割る、まあ、そうですね、はい、オリジナリティは全くないですよ。あれ、ダメでしょ、さすがに。公認はしたっすけど、企画はパクって言ってないじゃないですか。ダメですよ。普通にダメじゃないですか。なんかモーニングルーティンとかやってたじゃないですか。はい、やらせていただきました。なんか丸まくりしてました、ね、はい。あれ良くないかなって思います。俺結構気分良くないなって思います。バカにしてる感じですか。いや、一切バカにしてはないですね。そう、バカにされてるのかな。すみません、バカにしてないです。本当にしてないです。でした。あそこまでやれるとちょっと喧嘩やられるのかな。いや、売ってないです。全く売ってないです。あ、そうなんですか。はい。え、スタッフ、スタッフさんの家で言ってやつか。そうですね、という感じで、すいません。まあ、彼にやりたいことを聞いて。ああ、でも、本田さんが言ってるんですかね。すいません。あれやられちゃうと、ちょっと、なんか、丸パクリなんで。訴えられたのもおかしくないですか。今ですか。今です。結構
開始してえいいっすかスパーリングですか大丈夫ですか仕方ないされると思うすごいよでも本当につけてやろうとしたいやいやおかしいと思うだったさっきのトレーニングで逃げることすらもできなかったもう本当に疲れてるじゃないですかめちゃくちゃガードできないですよビートマンでガードでしょできるわけないですよだからいや、全然怒ってないし、もうむしろ嬉しいんで、どんどんやってください。うわー、マジですかもちろん。うわー、やろうもちろんですよ。めちゃくちゃやりますね。これが今日の本当の企画です。ブチギレ現象です。あ、これ本当だったんですかうわあのトレーニングは多分流れないです。嘘でしょ本当です。めちゃくちゃ伸ばしてほしいいやー残念ながらあれは多分あのちょっとしか流れないですちょっとこっちがメインだ続きは本田さんのチャンネルであのビート版があればどんだけ僕のパンチ耐えられるか検証しますんでお願いします続きは本田さんのチャンネルであとこれですねこれ、うん、これプレゼントしますあの僕作ったやつはよかったですうわうわマジっすかモノマネに使ってくださいうわうわありがたいモノマネしてくださいいや絶対やりますうわめちゃくちゃ嬉しい